ントロクイズのスピリトンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーはキョンとダナとヤスオとナルとソキウスです。では今回の話を始めていきますが、今回と次回2回に分けて続くテーマの、まあ、第1回目前編っていうことで話していきますが、まあこれもなかなか扱うには荷が重いテーマなんですけれども、今回のトークテーマはいわゆる J-POP 限定イントロの集まり、そういう回についての話をしていこうかなと思っています。一応まあ過去前の回でオールジャンル、オンタマのオールジャンルとはみたいな回をやったんですけど、じゃあ今度はあの時にも出てきたジャンル別の回の話をちょっと今回と次回にかけて掘り下げていこうかなと思います。で、最初はいわゆる J-POP の回なんですけども、まあオールジャンルっていうのとまたジャンル別っていうので結構違いもあるかなってこのテーマを設定する上で思ったんだけれども、オールジャンルとジャンル別で限定してる回の違いって何があるだろうと皆さんに投げかけてみますが、どうでしょう。そのジャンルを専門としている人が集まるっていうのがあります。まず参加する方の層が、まあ、そういうことになるだろうね、はい、まさに J-POP 限定だと J-POP を、まあ、主に活動されてたりとか J-POP の知識に特に詳しいっていう方が集まるっていう、うん、やっぱ参加メンバーは大きいですね。そうだね、まあ、こう今の現状を見てみると、そこまで大々的に J-POP を限定でやってますっていう言っている集まりっておそらく少ないとは思うんですよ、まあ、ただそもそも J-POP って言われるような楽曲って、私たちが住んでいるこの日本でポピュラーな楽曲、もちろん歴史のことでしたら歌謡曲とか流行歌とかって言い方ももちろんあるんですけど、まあ、ここは広い意味で J-POP って捉えたとして、そういうポピュラーな曲群を出す集まりなので、まあおのずとそういうところに寄っていくっていうのが、まあ、限定とは言わないまでもそういうものが中心の回だっていう状況なのかなっていうのは、まあ私の考えでは思うんですけど、多分これに関してはそんなに意見の相違はないかなと思うんだけど、どう？まあ、他のイントロクイズサークルさんの方でもオールジャンルって目打たないところは、まあ、そこそこあると思ってるんですけど、うん、まあそこをオールジャンルって言ってないから J-POP だけとかっていうわけではないですけど、もちろんそうだね、やっぱり J-POP とかがメインになっているんだろうなっていうのは感じますよね。そこでそうだ、ね、あえてそのジャンルを明示しないことで、おそらく普通の方々が想像するであろう楽曲が出ますよっていうのがあると思うんですよね、うんうん、オールジャンルって銘打つとやっぱりいろいろなジャンルの曲が出るっていうのがもう確定するような言い方になるわけじゃないですか、うん、ただそこにオールって言ってほぼ全部のジャンルに触れてきてる方ってやっぱそんなにはいないと思うんですよね。まあこの前も言いましたけど、全部が全部のジャンルを押さえてる人ももちろんいないわけですし、そうだね、我々ももちろん出す側もそうだし、まあ、楽曲として出題される側もそうだあろうし、まあ、きっとそれはオールジャンル独特の難しさにもつながってくるよね、だと思うんで、だからあえてオールジャンルとかっていう書き方をしないで、あのイントロクイズをやりますっていうサークルさんが多いのかなと思いますね。うんうん、特にまあ J-POP 限定と目打たなくても、まあ、いわゆる J-POP と言われる楽曲が中心に出ているところっていうのは、一つまあきっかけとして入りやすいよね。今まで生活してて聴いてる楽曲が多いはずだから。そうだと思います。
ラナ君にちょっと聞いてみようかなと思うんだけど、ラナ君はおそらくその次回のアニメソング限定の回っていうのを次回やるんですが、はい、そちらの方でもちょっと主に聞いていくけど、今回は今回でまた別に J-POP を中心にやるイントロの集まりっていうものに対してどういう印象っていうか、なんか感覚を自分の中である？そうですね、そういった集まりにあんまり多く参加したことはないんですけど、うん、やはりその J-POP をこうメインでまあやってる人たちがまあその参加されてるので、まあ、その普段私はそのアニソン系の方がどちらかというとメインなので、普段あんまり面識がない人とかと押し合えるというか、一緒にイントロができる場っていうのがまず一つあります。うん、まあ、それからまあその出題される曲とかについても、まあ、J-POP 限定とは言っても結構いろんなジャンルの曲、それこそ洋楽も含めていろいろなものが出ると思うので、そうだね、はい、まあ、そこはかなり幅広くいろいろ楽しめる場だなと思いますね。うんうん、そうだね。最初に話した通り、そもそも J-POP 限定って、まあ、あんまり称する回が少ないっていうのにもつながってくるけれども、ある種その J-POP っていう日本でポピュラーなっていう楽曲はどこかで聴いている楽曲が多いから、日本でよく聴くような洋楽にしろ、いろんな年代ジャンル、音楽ジャンルでもいいけど、何かしらの取っかかりが広く用意されているみたいな、まあ、印象感覚を持っているのかなって今の話で思ったけど、まあ、そういうことかな。そうですね、それはあります、まあ、ただ個人的にこうあんまりテレビとかをあんまり見ずに育ってきた部分があるので、うん、こう自分と、まあ、同年代の人たちがこうよく聴いてる曲を、うん、まあ、ちょっとあんまり通ってなかったりっていう部分があるので、まあ、そこはちょっとズレとかギャップみたいなものはあるなと感じるんですけど、まあ、でもそうですね、うんうん、やっぱり一般的に有名な曲ですよね。そうだね。オンタマって一応新世代向けのサークルっていう形で動いているので、特にそのオンタマとして何か J-POP だとかっていうのを出題するときに、世代感とでも言えばいいのかな、この世代、新世代に向けてやるんだったらこういう楽曲は多分このように受け取られて、もしくはまあよく聴いていたとかに受け取られて、まあ、もちろん逆として、この新世代だとこの楽曲はこういう反応されるかなみたいな、そういう世代ごとの感覚の違いみたいなのは、まあ、この後で話す、次回話すアニメソングの話にもつながってくる話なのかなって確かに思うね。じゃあちょっと同じ話を約束にも振ってみたいと思うけど、 J-POP を中心にやっているイントロクイズの集まりに対して何か考えること、思うことっていうと何がある？やっぱりこう集まる人の層っていうか、やっぱりそこはちょっとこれまでのと重なる部分ではあるんですが、うん、いわゆる何でしょう、この J-POP そのものとかそういうよりも、うん、いわゆるどちらかっていうと、そのもっと広くとって芸能に造形のある人、なるほど、芸能に造形がある、うん、がこうそっちに集まるのかな、まあ、オンタマでいうとこの J-POP その限定の方に集まるのかなっていう、まあ、印象はありますね、うん、なるほどね。じゃあちょっとまあ主催から見て、このまあオンタマでもジャンル限定の回で J-POP 限定って言われる回をまああえて設けて活動しているっていう状況なんですけど、じゃあまあ主催の基本目線から見て、この J-POP 限定、まあ、中心にやっているイントロの集まりについて何か思うこと、考えること。まあ先ほどから皆さんおっしゃられていることもそうだと思いますし、この話題振られる前に話したこともそうだと思うんですけどね、先ほどちょっと世代っていう話がちらっと出てきましたけど、その世代で言うと我々のコアとなる世代ってなると、多分90年代後半以降からの J-POP になるのかなと思うんですけど、
まあ、それもちろんそれらの楽曲っていうのは、うん、あの参加者の皆さんそれぞれに思いがあると思いますし、それ以前の楽曲でもみんなが触れてきてないかっていうとそうではない。まあ、私はあんまり触れてこなかった身ではありますけど、それでもやっぱりそれ以前の楽曲に馴染みのあるものはありますし、そういうところでまあ一言で J-POP って言いますけど、ジャンルとしての幅広さはやっぱりあると思うので、うん、その J-POP っていう限定の中だけでもその一つの企画だったりのが成り立つっていうのはもう言わずもがなだと思うので、やっぱりそういうジャンル限定とは言いつつジャンルが絞りきれてないところもある側面があるのが、あのイントロクイズとして J-POP やる面白さの一つなのかなとは思いますね。じゃあ主催としてオンタマの J-POP 会をやるときに、 J-POP 会だからこそ考えてることっていうのは何かある？そうですね、やっぱりあの自分がどうしても自分が触れてきてるものっていうものに関しては若干偏りがあると思っているので、はい、例えばあの音楽のジャンルとかですよね。どちらかというと J-POP 側だとアイドルとかってあんまり聞いてこない、特に女性アイドルですね、女性アイドルとかっていうのに触れてこなかったので、やっぱりそういうところの選曲っていうのは必ず入れようってっていう風に思ったり、自分の知識の範疇にないところは入れておきたいので、 J-POP といってもいろいろなジャンルがあるからこそ偏りがないようにっていうのは必ず意識して、年代とかもそうですし男女比もちょっと考えるところではありますし、これは取材者目線の話でもあるんですけど、そういうところでいろいろな方にあの一つでも曲が刺さってくれればなっていう思いで選んでますね。今後これも出題社会の話につながってくるっていうのは、まあ、さっき言ってくれた通りだけど、例えば新世代って言われている、まあ、今回私たちが新世代って言っている我々より下の世代に向けて楽曲を出すときに、私たちの世代が共通で聴いてきた楽曲っていうのは、いくつかちょっと捉え方がの違いが、捉え方っていうか見方の層があって、一つは私たちの世代がよく聴いていた特有の楽曲っていうのと、私たちの世代も聴いてきた曲、つまり昔からのスタンダードナンバーって言われるやつかな、そういった楽曲の違いっていうのは間違いなくあると思うんだけど、それはあるよね。あると思いますね、当然。はい、多分この辺もおそらく意識して選曲するときにはやると思うんだけど。はい、その通りですね。私もそこは意識してやってます。はい、私たちの世代がよく聞いてきたけど、もしかしたらその上の世代とか逆に下すぎる世代だと聞いてこなかった、その世代ではポピュラーではないだろうみたいな楽曲っていうのは多分あるので、その辺は気にするところかなって思うんですけど、で今話したその世代感とその私たちの世代特有みたいな話のその配分難しさっていうことを、実はちょっとなるくんにこの後ガンガン振ろうかなと思っていて、はい、なぜかっていうとなるくん自身がいろいろな J-POP を中心とするイントロのオンタマ以外での集まりにもよく参加しているし、また別のところで自身が中心となって、まあ、いわゆる J-POP 限定のイントロの集まりというものをやっている立場から見て、 J-POP 限定中心になっているイントロの集まりについて考えていることを思っていることを聞いてみたいんですよ。はい、そうですね、私もちょっと皆さんの意見聞きながら頭を巡らせたんですけど、はい、やっぱり一番思うのが本当に、あ、安尾さんと近い考えなんですけど、やっぱり J-POP、まあ、限定というよりは、まあ、J-POP 中心のイントロクイズをたしなんでる方がこう私の世代よりも一つ上だったり二つ上の方がなんか中心として行っている印象がありまして、確かに印象だけで話をしていいのであれば、今のイントロクイズをたしなんでらっしゃるプレイヤーの方々の年齢層を考えると、J-POP と言われるものを中心にやってらっしゃる方っていうのは比較的我々よりかは年齢層が高めの方が多いという印象は確かにある。
そうですね、まさにその本当に、まあ、今オンラインだったりオフラインでいろんなこうイントロクイズの、まあ、例会が設立、まあ、旗揚げされたりっていうのは結構目にしてきたんですけど、はい、とそれまで、まあ、まさに私がイントロクイズ本格的にやり始めようと思った6年前は本当に、まあ、関東だったり、まあ、関西、あと名古屋もあるんですけど、そこで J-POP 中心のイントロクイズを行ってるっていう部分しか限られて結構少なかった、うん、透明版にそれぞれ大きいのが1個ずつってイメージでいいのかな。あ、はい、まさにそうですね。でそこでオフラインでこう J-POP 中心としてイントロ例会の数も少なかったりで、実際に自分もそこに足を運んでやっぱりイントロクイズやってたんですけど、まあ、はい、本当自分と世代の近い人っていうのはほとんどいなくて、基本的に、あ、でもどっちかというとやっぱ40代の方が多いですかね。40代の方を中心とした方が、そのレギュラーのメンバーとして集まってて、行ってるっていうのがあるので、うん、まあ、主催される楽曲も、まあ、基本的に、あの、まあ、新しい目の曲も、まあ、最新の曲も出演されたりするんですけど、やっぱり今20世紀を中心に、でさらにそこのすごい深く掘ったところの J-POP が出演されたりしてますね。そうだね。もちろんそれが悪いっていうことではもちろん決してなくて、その集まった人たちで一緒にクイズをして楽しもうとなった時に、さっきちょっと話題出した世代間にも少しつながる話なのかなって思うけれども、その参加されている方々にとっての聴いてきた楽曲っていうのがよく出されるっていうのは、それは当然のことだと思うので、なるくんが初めてそういうサークルに参加してみて、あ、そういう楽曲が出るんだっていうのは多分あったんだと思う。あ、はい、そうですね。実際そういうところに参加してみたときに、初めて参加したときにどういう印象を感じた？さっきちょっと話してくれたけど、多分自分はまた特殊だと思うんですけど、まあ普通の人だとやはり敷居の高さは感じると思いますね。なるほど。中心となっているメンバーの方は、まあ私よりも一つ二つ上の年代の方々が、まあ当時よく聴いてた曲っていうのが、まあ中心に出演されるんですけど、やっぱりこう全体を取ると、初めてこう J-POP イントロしますって方が参加するには難しいだろうっていうのはありますね。その透明版に一つずつぐらいの時に参加したなるくんの、少し世代が離れているところから見るとちょっと大変だったみたいなところはやっぱりあると思うんですけど、まあそれが今なって、まあ今いろいろな形でイントロクイズの界隈ではいろんなのが出てきているじゃないですか。でなるくん自身もさっき最初に話した通り、自らが中心となっていわゆる J-POP を中心に出題するイントロクイズの集まりをやっていると。はい、まさにそうですね。今から3年前ぐらいに旗揚げしたんですけど、はい、まあ、まさにオンタマの J-POP 限定ともう同じような形のイントロサークルを立ち上げまして、うん、まあ普通ですとこう、あの、まあ参加する人がこう企画を持ってきて出題するっていうのが普通だと思うんですけど、自分のサークルの場合は事前に出題する曲をそのリストで組んでまして、はい、年代とジャンル、まあ、この年代のこのジャンルっていうのを、その該当する楽曲をその一つのその該当するリストにこう何百曲、まあ曲数にもよるんですけど、何百曲何十曲ぐらい入れてて、でその上でこうランダムで出題するという形式を撮ってます。はい、そのちょっと他と違って、あらかじめリストというものが、まあ、設定されていて、その中から出されるんだけど、その時になるくんのやってるところでは楽曲に難易度を設定してるよね。はい、そうですね。今現在もまあ運営してるんですけど、今はあの5段階ぐらい難易度を分けてまして。そうだね。で、まあ、難易度のちょっとまた難しさとか大変さっていうのは、これ自体も大きなテーマなので詳しくはそっちに回すとしてちょっと軽くでいいんだけれども、その
難易度を決めるとか、もしくはどういう楽曲をリストに入れるかとかっていう点で、なるくん自身が気をつけていることとか考えていることってどういうのがある？まあ、まずは何ですかね、これ自分が感じてる難易度で決めないようにしてるっていうのがありまして。というとどういうこと？その、まあ、例えばこう基礎、こう J-POP の中でもこう比較的有名だったりとか、こう誰でも知ってるような曲っていうのは、まあ、あるといえばあるんですけど、うん、やっぱりその難易度設定する上でも、やっぱりこう自分がこう今まで触れてきたこう楽曲が多ければ多いほど、その曲が有名だったりって、そういう齟齬がちょっとたまにあるんですよね。うんうん、なんでそういう時はこうなんか自分で決める、こう自分が今まで触れてきた馴染みやすさで決めるんじゃなくて、現にその、まあ、例えばですけど、まあ、YouTube の再生公式動画の MV の再生回数だったりとか、あとオリコンの売り上げ、うん、まあ、最高難易だったりとか、そういうなんか周辺情報を見たり、あと最近はその自分の、まあ、運営している J-POP イントロのサークルで、あの新しくこう運営メンバーも加えたんで、あのその人とまあ一緒にこういう、まあ、ちょっとこう客観的な見方で一緒にこう難易度を検討し合ったりとか、まとめますとこう客観的に難易度をつけてるようにはしてます。なるほどね。なるくんがやってる J-POP のその集まりっていうのは、その事前に設定された難易度に基づいて、その難易度ごとにリストがまた違ったりして、そこから何曲出るみたいな形で、対象とする層ごとに難易度の幅を変えてやっているっていう集まりなんですけど、で今言ってくれた話っていうのは、できる限り客観的にするように心がけているという話だったよね。はい、あくまで難易度はその自分主催自身が思う難易度ではなくて、だから全体から見てこう、うん、比較的こう有名かどうかという視点にするように意識はしています。それってさっきちょっと話題に自分が出したのにつながるのかわからないけれども、その有名っていうのは全世代を通してもポピュラーになっているっていう意味での有名、それとも違う？全体としてポピュラーなものもありますし、うん、世代、あでもどうですかね、まあ、世代によっては有名っていうの曲もあるんですけど、そこはちょっとまあ今もちょっと難易度設定に苦労してるところはありますね。なんか実際にそういう楽曲は前もって設定した難易度で、まあえて出してちょっとこう回答者の様子を見ながら、イントロサークル終わった後にちょっと運営の人と一緒にちょっとこの楽曲の難易度はちょっとこう変えてみよう、こう優しくしてみようだったりとか、難しくしてみようとか、うん、だったりはこう試行錯誤したりしてます。まだまだその辺は試行錯誤の段階ではあるけれども、確かにその世代ごとでまた差が生まれるような楽曲って難しいよね。オンタマはあくまでも新世代っていう、一応それを対象にやってるっていう言ってるからある種分かりやすいけど、なるくんのやってるところはそういう文言がないので、全体の層に向けてやっているから、それに対してどうやって難易度をつけていくかっていうところの難しさは絶対あると思うんだよね。はい、そうですね。リストに入れる楽曲の方針とかっていうのはどういうふうにして決めてる？方針はそうですね、やっぱりこう、もう J-POP って言ってもたくさんあるので、はい、まずこう J-POP 界隈としてもよく知られてるアーティストでヒット曲をまあ中心に集めて、でまあたまにちょっとこう有名アーティストでもちょっとこう知名度から外れるって曲に関してはちょっとレベルの高いクラスで主催する用としてまあ難易度決めしてつけたりとか、うん、とにかくやっぱり限りがないので。そうだね、中にはちょっとこうめちゃくちゃ有名な曲なのに私自身が音源持ってなくて自身のサークルであのリストとして入れてないっていうのも本当探せばあるので、うん、そこもまたちょっといろいろ探しながら頑張ってますね。うん、ちょっとだけあえてなるくんに意地悪な聞き方をするけれども、
いわゆる J-POP って呼ばれるジャンルの、そのさっき出てきた難易度の決める指針の話だったね。中で出てきたオリコンとかそういう売り上げっていうのは、ある種 J-POP って言われるジャンルは分かりやすいものがあるじゃん。まあ、今さっき言ったオリコンだとか、最近で言うビルボードチャートとか。はい、で、それをどれだけどのように参考にするかっていうのは、またこれも結構リストを作る人の裁量加減で出てきちゃうと思うんだけども、その辺はどう考えてる？はい、あ、これもそうですね。ちょっと意地悪な質問だけど。100万、まあ、ミリオンセラー以上の楽曲は、うん、まあ、大体、まあ、私のリストの中でも、まあ、簡単なレベルとして位置づけてるんですけど、うん、中にはちょっとこうミリオンセラーいってても、ちょっと影に隠れるような曲っても少なからずあるので。そうだね。世代ごとでまた CD の売れ方っていうのが、ちょっと日本だと産業的なところがあるから、またちょっと時代ごとに見方を変えなきゃいけないっていう難しさがあるからね。あ、でもなんかそこに関しても、まあ、ちょっと先ほども申し上げたんですけど、やっぱり客観的な知名度、やっぱりその年にとってはもうめちゃくちゃ売れたっていうその実績があるので、うんうん、やっぱりミリオンセラー以上の曲でもほとんどの楽曲はもう一番簡単なレベルとして置いてたりして、うん、各年のこう年間の CD 売上ランキングで100ぐらいまではネットで見れたりするんですけど、うん、そうだね。一応そこの本当これもあまり明確ではないんですけど、ちょっと50位より上だったらやや有名どころかなってして、ちょっと50位より下だったらちょっとレベル少し上げようかっていうふうには考えてますね。うん、さっき言った通り、なるくんやってるところは全体の層に向けてやっているところなので、この年に売れたこの楽曲っていう見方からすると難易度設定としては低くなるであろうっていうのが、まあ、それは妥当な見解だと思うけれども、もしそれがある種その世代では有名みたいな曲だった場合、え、それ本当にそんなに難易度低いのみたいな多分捉えられ方をされてしまうことも多分あるんだろうと思う。多分その辺はさっき言ってくれた難しさにつながるのかな。そうですね、本当に特に、まあ、私の馴染みのないその20世紀の楽曲に関しては、結構こう自分が高く見積もってた曲も、ね、実はこう結構売れてたりとか、うん、というのも本当たまに発生したりするので、うん、やっぱりそこも本当に試行錯誤をもらってきますね。そうだね。その試行錯誤をしながら難易度付けだったりリストの選定を J-POP っていうある種の枠組みの中でいろいろ考えてやっているっていう、まあ、なるくんのちょっとその奮闘の一部分を少し垣間見えさせることができたかなっていう感じで、次回のアニメソング限定イントロの集まりの回に今の話をつなげていきたいと思います。ということで、いつものコーナー参りましょう。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日はラナ君、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では、時計の方準備できているので始めて大丈夫ですか？はい、いきます。はい、私が今回紹介させていただくのはデウスエクスマキナのトリガーオブビクトリーという楽曲です。こちらはですね、2021年の、冬クールのアニメ、ウィクロスディーバーライブというアニメの、まあ、エンディングに使われた楽曲。このデウスエクスマキナというのがね、ですね、作中で、まあ、こう現役最強を誇るユニットとなってまして、まあ、この楽曲の歌詞、としてもこう勝利への覚悟みたいなものが歌われているんですけど、まあ、何より個人的に好きなのがこの曲調がすごい80年代の J-POP を意識したような曲調になっているところが、まあ、非常に刺さりまして、まあ、かなり1週間聴き続けるくらいにはハマっているので、皆さんもぜひ聴いてみてください。
ということで、今回やっぱりラナクの一つのキーワードの80年代っぽさみたいな話が出てきました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。